常に楽しすぎる。ちゃんとしたシャーシにちゃんとしたエンジン、そしてポジションも含め乗りやすいのがもう驚きでした。エンジン、GSX-R 系統の伝統のこの KA5、非常に乗りやすいエンジンを搭載して出てきました。この K5 選んだ理由はやっぱりこのロングストロークがもたらすトルクの粘り、低回転、この中速、盛り上がり、そしてこのレスポンス、アクセルと後ろのタイヤがくっついてるようなこの一体感が安心感を生み出してます。今日、路面濡れてます。そして落ち葉がいっぱい落ちてるんだけども、トラクションコントロールとこの ABS がね、走りをサポートしてくれるんで非常に走りやすく安心に走れてます。ハンドルをはじめとするこのポジションの作り込みが非常にいい。今日、もちろんこの刀に初めて乗るわけなんだけども、もうねスッと馴染むポジションのね良さは鈴木の伝統だね。前回のパワーも大事なんですけども、そこを使うのはすごい少ない時間であって、多くの時間は前平からちょっと開けたところでパラパラ感っていうのが欲しいんですよ。すごくエンジンが燃えてちゃんとこうチェーンが張ってリアタイヤにこうちょっとずつこう荷重がかかるっていうような過程がすごく大事なんですけども、このね刀ね実はそういう多分ソフトがこっそり入ってると思うんですよ。実は入ってる。やっぱり、はい、俺はね感動したんです実を言うと。本当に街中からワインディングからトラクションコントロールの ABS も入ってるんで、サーキットも十分楽しく走れると思うので、広い方に楽しんでいただけるバイクだと思います。